皆さんお元気ですか。市民リポーターの谷口舞です。今回は文化会館をご紹介します。文化会館ってこんなところなんだ、知らなかったっていう発見を皆さんにお届けします。それじゃあチャンネル四日市スタート。さて皆さんもうおなじみの文化会館、ここでは音楽の演奏や演劇の上演などさまざまな催しが行えるホールが4つあります。第1ホールは1階席が1246人、2階席は540人、総席数1786席と文化会館で一番大きなホールです。車椅子で来てくれたお客さんのための席も用意されていますよ。第1ホールでは皆さんおなじみのあのイベントも行われていますよね。それは全国ファミリー音楽コンクール in 四日市。このコンクールは四日市の文化力と家族の絆の素晴らしさを全国に発信することを目的に平成24年から毎年行われています。出場者の資格を家族による2人以上のアンサンブルとした全国でも珍しいコンクールなんですよ。毎年全国各地から応募があって、今では四日市に欠かせない大人気のコンクールです。そんなコンクールも開かれている第一ホールですが、さまざまな催しに合わせられるよう仕掛けがたくさんあるんです。まずはこちら、客席が下がっていって何が起こるかというと、そうこれはオーケストラピット。舞台と客席との間に作られ、ミュージカルやオペラなどオーケストラが必要な場合に使用されるスペースのことです。このスペースにオーケストラの皆さんが入って演奏するんですよ。さて突然ですがここでクイズです。こちらの映像でだんだんと変わっている場所がありますが、どこが変わっているか分かりますか。正解は2階の客席部分がなくなっているでした。わかりました。第1ホールでは2階の客席を必要としない催しの場合、天井から壁を下ろして隠すこともできるんです。皆さん知ってましたか。続いては展示棟。ここには4つの展示室があるんですよ。ここは第2展示室、文化会館の企画展示が行われている場所です。今は四日市萬古焼の展示が行われているみたいですね。他の3つの展示室は守備やサークルの作品展示ができるんですよ。あ、今日も展示が行われていますね。絵画や陶芸、手作りの作品など自分たちの作品を発表できる場所があるっていいですね。文化会館を訪れたたくさんの人に見てもらえるし励みになりますよね。こういった四日市の市の中心地に展示ができる場所があるということについてはどう思いますか。いいですね、もうこういう場所がもうこの辺桑名もないしここしかないんですよね。でそれもその部屋が大中小とあって、こんな便利で使いやすい、でましてやそれに料金も安いってことで一番借りやすいですね、もうこの僕は陶芸ですけども、陶芸の四日市の地元の方が盛んじゃないですか。その陶芸、他の四日市市の陶芸教師の方が見に来て、その人らと友達になって切磋琢磨すればっていうのが最初その狙いでここで差し払うことだったんです。車の出入りも便利によろしいし、街の中心でゆったりと
鑑賞していただくのに大変結構と思います。それでまあちょっと小さいグループとか、まあ、お年寄りとか、もう作品の少ない展覧会も入り口でお借りできるので大変喜んでおります。ここは第2ホール593席ある文化会館で2番目に大きいホールです。そうですね、この第2ホールはコンパクトなので市民演劇、ピアノの発表会、それからカラオケ大会などいろんな目的に使われます。そうですね、大きなイベントとしては郷土が誇る芸能大会が毎年1月に開催されます。第2ホールにはさっき私が見ていたプロジェクターもあるんですね。そうなんです、あのプロジェクターは最近新しく導入したもので、今見てもらった市民演劇の演出の一部で使ったり、最近だと映画上映にも使っています。他にはどんな設備があるんですか？この第2ホールには親子室があって、子供さんが泣いたりしても他の方に迷惑ならずにいろんな催し物を見れる部屋になってまして、その部屋では3組から5組ぐらいの親子が舞台を見ることができます。それと4席の車椅子席がありまして、前はなかったんですけれども、第1ホールと同じように椅子を少し減らして4人の方が車椅子のままでお芝居とかを見れるようにしました。他にも文化会館には講演会の会場や多目的ホールとしていろいろ使える第3ホール、第4ホールがあります。さらには会議室や和室もあるんですよ。第1ホールから第4ホール、展示室と、これで文化会館の施設は全部紹介しましたよね。いえいえ、まだリハーサル室と練習室があります。へえ、そんな場所もあるんですね。練習室とリハーサル室は吹奏楽の練習や演劇の練習、それから健康づくりの運動とか、そういういろんな目的に使っていただける部屋です。そうなんです、リハーサル室はフローリング張りで、壁の片面が鏡張りになっていて、バレエ用のバーまでついています。リハーサル室は2つあって、今日は太極拳と体操クラブの皆さんが使っているみたいですね。こんな場所文化会館にあるって知ってましたか？ここは練習室。文化会館のリハーサル室と練習室には全ての部屋になんとピアノがあるんです。練習に使うことができます。練習室は全部で3つあって、本当に多目的に使えるんですよ。いやー、これは便利ですね。まあ、この近辺に住んでますから、もうまっすぐ買い物して帰ることが多いんですけど、展示場とか何か催し物がある場合はそこへ顔を出して帰ります。いや、例えばこのレッスン終わって、その後その展示室みたいなものが見ていけるとか、あとは博物館なんかでも経由していくことができますよね。近くにありますもんね。はい、やっぱり便利がいいってことはとってもいいところと思います。とっても来るのに便利ですし、皆さんが集まりやすい場所で、駐車場が広いっていうのがすごく助かります。あ、そうですね、まあ、皆さんが、ね、こう集まる場所が一箇所
で今のところね、私たちだんだんあの郊外の行ってしまってるんで、うん、こういう大挙件通じてね、あちこちの地方から来られる方と一緒にやれるってことはすごく楽しみでいいと思います。はい、便利ですね。この練習した後ちょっとあの買い物に寄ったりとかついでがありますからね、便利です。さて、大きな催しからサークル活動まで利用できる文化会館、ご紹介してきたこれらの施設はすべて誰でも借りることができるんです。第1ホール、第2ホール、そして展示室は利用したい日の1年前の月の最初の日から申し込みを受け付けています。例えば来年の7月21日に利用したい場合は今年の7月1日から受付が始まります。第3ホールと第4ホール、会議室、リハーサル室、練習室は同様に半年前から受け付けていますよ。詳しくは文化会館までお問い合わせくださいね。文化会館ではこの夏からも催しがたくさんありますよ。まずは第4回子どもフェスティバル in 四日市市文化会館、今年は8月10日に行われますよ。0歳から入れる親と子のコンサートもあります。楽しく遊んで楽しく学べるイベントなので、ぜひご家族でお越しくださいね。9月23日には名古屋フィルハーモニー交響楽団四日市公演があります。チケットの販売はスタートしていますので、詳しくは文化会館までお問い合わせください。そして忘れちゃいけないのが第4回全国ファミリー音楽コンクール in 四日市、見に行くのもいいけどあの大舞台で演奏しませんか？現在参加者を募集しています。参加できるのはジャンルを問わず合奏、合唱など家族による2人以上のアンサンブル。申し込みは7月17日までですよ。その他詳しい応募資格や必要書類、審査方法などはホームページまたは全国ファミリー音楽コンクール実行委員会までお問い合わせくださいね。文化会館に見に来るだけじゃなく、見に来てもらえるイベントを自分たちで開催できるんですね。皆さんもぜひ文化会館を利用してくださいね。今回のきらり四日市人は第3回全国ファミリー音楽コンクール in 四日市でグランプリを受賞したスイングガールズ&アボーイです。スイングガールズ&アボーイは四日市市に在住する松本さん一家4人のグループ。家族でコンクールを鑑賞した七香さんがその舞台で演奏してみたいと思いグループが誕生しました。当時ほとんど音楽経験がなかったひとしさんがベースギターとドラムを担当、足を引っ張らないよう出勤前の早朝と帰宅後に毎日練習をしていたそうです。編曲は優香さんと七香さんが中心となって進めました。時には激しく意見をぶつけ合うこともあったそうです。しかし練習時のこだわりは素晴らしかったし、家族にとってかけがえのない時間だったと母親の聖子さんは話します。コンクールに出場して家族の絆が深まった、将来孫ができたら3世代で演奏したいねとひとしさんと聖子さんは話しているそうです。次回7月1日からのチャンネル四日市は消防団の活動をご紹介します。ぜひ見てくださいね。お楽しみに。